出現展望台より、うりゅう沼出現は、北海道空地管内のうり郡う群町にある、高層出現。初管別だけの東中腹標高約850から900メートルの高地にあり、東西4キロメートル、南北2キロメートルにわたって広がる。面積は100ヘクタール余り。初管別ってうりやきし国定公園の主要継承地であり、日本有数の山岳型高層出現体。 寒冷品栄養の生息環境下で水苔、け、ゲ類が腐食しないまま数千年をかけて堆積し、厚みを増して、元の水面より盛り上がったことによりできたものであり、流動性の強い玄武岩溶岩流の大地上に形成された冷淡地で、雪解け水や雨水の多少で形状を変化させる、大小700以上の地頭が点在している。植生は、高層湿原独自の特徴を示し、 春の雪解けから、秋までに200種以上の花や植物が観察できる。水場所を代表に、少女バカマ、エゾノリュウキンカ、岩井町、シナノキンバイ、チングルマ、エゾノシモツケソウ、白山チド鳥、エゾノサワアザミ、ザゼンソウなどが多く見られ、特に7月には、エゾカンゾウがオレンジ色に咲き乱れる。また、地頭で固有の新品種が確認され、2005年に、 ウリュウコウホネと命名された。これまで、オゼコウホネとされていた、水蓮化コウホネ属の水生植物である。オゼコウホネは、脂肪が緑色に対し、ウリュウコウホネは、脂肪が赤褐色になるのが特徴。8月上旬までの短い夏の間には、それら無数の花々が、鮮やかに一体を彩り、羊草を水面に浮かべ、万年雪を抱いた、初寒別の山々を映す、沼沼と、 数多くの鉱山植物の描き出す光景から、北海道の大瀬とも称されるが、訪問者は大瀬と比べると圧倒的に少ない。湿原の中には一周約3 5キロメートルの木道がある。その他に湿原全体を見る場所として、湿原を半周したところから登山道を南所管岳へ向けて約5 0 0ル登ると、湿原展望台がある。 そこでは広大な湿原全体を見下ろすことができる。確実的にも貴重な湿原であり、1964年10月、ウリュヌマ高層湿原体として、北海道の天然記念物に指定された。1990年には初管別だけなどともに、初管別手て売りやきしり国定公園に指定され、2004年に北海道遺産に選定され、2005年11月8日には、 ラムサール条約登録指定湿地として登録された。例年6月中旬から下旬頃に山開きが行われ、10月初旬には閉鎖される。登山口となる、ウリュー沼出現ゲートパークで入山届の記入が必要。施設や周辺環境の美化、保全のために、18歳以上1人500円の協力金を募っている。管理人は9時から16時30分まで駐在。 その時間以外に入山する場合は、時間外入山届出書で入山届を記入する。ゲートパークには、うり沼、所管別だけ登山の拠点となる山小屋、南所管層がある。水洗トイレ完備、寝袋、食料などは持参する必要がある。また隣接して、キャンプ場が設けられている。ありがとうございます。